皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は一次式と数の乗法除法、これについてお話しします。文字の項と数の乗法、掛け算、これは文字の項の係数、係数というのは文字の前についている数字ですね、これと数を掛け算して答えを出します。学校1、 3x×5、 x の係数は3ですから、 3×5 を計算して、3515x、 これが答えになります。括弧2番、マイナス 4a×7、 a の係数はマイナス4ですから、マイナス4と7を掛け算して、マイナス 4×7 はマイナス 28a と、こうなります。括弧3番、6x×-2、 x の係数6ですから、6とマイナス2を掛けます。答えは負の数になって、6×2=12x、 これが答えです。括弧4番、-8×-10a、 a の係数は -9 ですよね。で、マイナス8とマイナス9を掛け算する、負の数かける負の数、正の数になって、8×72 で a をつけて 72a が答えです。次は文字式の数の除法、割り算の場合ですね。割り算は2つの考え方があります。1つ目は割り算を分数の形にする、これは文字式のルールのところで、 a 割る b って b 分の a って表しましたよね。この考え方です。で、もう1つが割り算を逆数を使って掛け算に直して計算する方法です。1、2、3とあって、1と2はこの分数の形にする、3は逆数を使って掛け算に直す、この方法でやっています。括弧1、12a÷4、 これを分数の形にすると割る数の4が下に来て、上に 12a、 4分の 12a、 約分します。答えは 3a になりますね。括弧に 18x÷-6、 正の項を負の項で割るので答えは負の数になるので、マイナスを前に出して分数の形にします。6分の 18x、 マイナス6分の 18x、 約分します。答えはマイナス 3x と、こうなるんですね。括弧3番、8x÷3分の4、これは逆数を使って掛け算に直します。 8x×、 これ逆数になって4分の3ですね。8と4を約分します。そうすると8が2になって、この2を分子の3とかけて、2×3=6で、文字の x をつけて答えは 6x、 このように答えを求めることができます。括弧のある一次式の乗法は、これ分配法則を使って括弧を外して計算していきます。括弧1番、2×3x-4 と、こういう場合は前の2と括弧の中の 3x と、ね、前の2と括弧の中のマイナス4、これを順番に掛け算していくということです。ですから 2×3x-2×4、 こういう計算します。そうすると 2×3=6x-2×4=8 と、このように計算できるわけですね。掛ける数字が後ろにあった場合も同じです。このマイナス3と括弧の中の前の部分、ね、後ろの部分、順番に書けます。2番の式は 5a-6 括弧かけるマイナス3ですから、5a かけるマイナス3-6かけるマイナス3、こうなります。5a かけるマイナス3はマイナス 15a ですね。-6×-3、これマイナスとマイナスをかけることになるので、正の項になってプラス18と、ね、
マイナス15円、プラス18、ね、これが答えです。次は括弧のある知識の除法、割り算。この割り算はですね、割り算を乗法、掛け算に直して分配法則を使って括弧を外して計算します。括弧1、12x プラス16割る4というね、この式ですね。これはですから括弧して 12x 足す16括弧かける4分の1と、こう逆数を使ってね、割り算を掛け算に直します。ですからあとは分配法則で 12x かける4分の1足す16かける4分の1となりますね。ここ約分しますね。4と12を約分すると12が3になります。16かける4分の1、ここも約分します。4が1、16は4になりますから、答えは 3x 足す4と、このように計算できるわけです。括弧が複数出てくる計算では式を分けて考えて、それぞれで分配法則を使って計算していきます。括弧1、6括弧 2a プラス9足す5括弧 a マイナス7、これを2つに分けると考えてください。前の部分で分配法則、後ろの部分で分配法則をすると、そういうことです。前の部分は6括弧 2a プラス9ですから、6×2a で6×2、12a で 6×9 で足す6×54 と、後ろの部分は 5×a でプラスの 5a で、 5×-7 で 5735 ですけれど、負の数になってマイナス35、こうなりますよね。同例以降は 12a と 5a ですから、ここをまとめます。 12a 足す 5a は 17a、 そして数字の部分、54-35はこれ19ですよね。ですからプラス19、このように計算していきます。括弧2番、これも同じです。ただここ引き算になっているので、ここだけちょっと気をつけてください。2×3x-2-3×x+4、前の部分と後ろの部分2つに分けて考えます。前の部分は 2×3x で 6x2×-2 で -4 で、-3×x で -3x、 -3×+4 で -12、 こうなりますね。前の部分が同じもの、計算できますね。 6x-3x、 これは 3x、 数字の部分は -4-12 で -16 と、このように括弧が複数出てくるもの、前の部分と後ろの部分に分けて考えて計算していきます。次は分数を含む一時値と数の乗法。これは簡単です。掛け算をしている数字ですね、数字の部分を分数の分子に乗っけちゃうんですよ。ただその時注意することがあります。では説明しながら計算していきます。1番が3分の2x-1×6、 この掛け算している6を分子に乗っけます。その時ですね、3分の 2x-1、 この式に括弧がつきます。そしてここにかける6、こう乗るんですね。でここで3と6約分します。こうなりますから、括弧 2x-1 括弧かける2、こうなるわけです。あとは今まで学習したのと同じで分配法則を使って計算します。 2x×2 は 4x-1×2 で -2 と、このように計算するんですね。括弧2番、
10×5分の4a+1、 この10を同じように分子に載せます。その時この最初に載っている式には括弧がつきます。で 10×4a+1 こうなりますね。で10と5を約分しちゃいます。こうなります。そうすると 2×4a+1 この部分を計算すればいいんですね。 2×4a で 2×8a+2×1で2 と 8a+2 というのがこの計算の答え、こういうことです。今回は一次式と数の乗法と除法についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。